アイアセ、結婚してくれ。誤解するなよ、俺がセクハラするのはお前だけだぜ。ほらほら、ラブリーマイエンジェル、アイアセだ。恋人ができたそうですね。おめでとうございます、お兄さん。だから俺はもうお前にセクハラをしてやることはできなくなってしまったんだ。すまない。キョウちゃん、彼女さんと別れちゃったみたい。はい。こんばんは、私です、お兄さん。いろいろあってな、ちゃんと死ねとって、まあそんな感じだよ。ところでお兄さん、彼女と別れたそうですね。嬉しそうに言うなよ。そんなことはありませんよ。誰だよ、こんな時間に。うわい、くっ、えってててててあ、いや、どこ見てるんですか。そんなに踏んでもらいたいですか。本当に変態ですね。聞きたいことはいろいろあるが、まずはなんでお前うちの合鍵持ってんの。とある筋から入手したとだけ。それです。殺される。殺しませんってば。私からの引っ越し祝いです。女の子のおしゃべりの内容を知りたがるなんてハレンチですよ、お兄さん。お前の笑顔の方がハレンチだよ。では私はこれで。もう行くの。はい、用は済みましたから。これ以上お兄さんと話すことなんて何一つありませんし。そうっすか。また誰か来やがった。いいですよ、私出ますから。どなたですか。あなたこそどちら様かしら。私は新垣綾瀬と言います。キリノのクラスメイトだよ。こっちは黒猫、キリノのオタク友達だ。お兄さんの元彼女さんですよね。で、その元彼女さんがどうしてこんな時間にお兄さんの部屋に来るんです。そういう綾瀬はなんで俺の彼女っぽい態度なんだよ。ただ単に疑問を口にしただけですが。どうしたのお前。いや、弁当第二弾持ってきてやったんだけどよ。あのなあんた、なんでかなことまで仲良くなってんの。かなこ、お兄さんにお弁当ってどういうこと。説明して。私、京介と付き合ってるから愛妻弁当。お前ドリコンひねー。